それでは B グループスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ボールポジションからスタートしますのはカーナンバー18番サクシードスポーツジュニア辻本紫音。自分のやることだけに集中したらタイムが出ましたと話していました辻本紫音。ポールからのスタートです。セカンドカーナンバー59番、今シーズン調子を上げてきました森下レーシング三島雄大。3番グリッドカーナンバー37番、シリーズチャンピオン争いをしています KP バズ大木和樹。4番グリッド30番、ケイテックウィズピーターパン島田隼人。5番グリッド28番、エナジージャパン伊藤黎明。6番グリッド56番、ティームエマティ変山龍馬。以上がトップ6です。以下7番手40番川村亮太郎、8番手25番五木明人、9番手20番新原幸太郎、10番手に6番シリーズランキングトップタイの清水英次郎。先ほど高口大輔がトップでチェッカーを受けましたから、もうこれ清水英次郎も追い上げるしかありません。11番手には16番広岡陸生、12番手58番原田俊一郎、13番手358番星田総一郎、14番手51番小田優、15番手86番吉田香織、16番手11番木内修馬、17番手55番伊能義秀、18番手31番白川瀬奈、19番手99番中島俊介、20番手24番服部慎、21番手46番田上総流、22番手45番山口右京、23番手14番小松響、24番手52番加藤優太、25番手72番伊藤亮が、26番手35番内田鈴風、そして27番手から71番吉田明宏。以上の27台です。周回数は12周。今回シリーズチャンピオン争いをしているドライバーの中で一番前のグリッドからスタートする、そんなドライバーがカーナンバー37番大木和樹です。前はポールシッターの辻本紫音。まずはスタートにご注目ください。最終コーナーへとアプローチをしてきます。立ち上がってスタートは切られていくでしょうか。スタートは切られました。スタート B グループスタートが決まって、おっと1コーナーでは今三島雄大がちょっとなんか引っかかったような感じになって立ち上がってまいりましたね。1コーナーから2コーナー止まってしまったカウントは今確認できていませんけれども、さあトップが完全に単独になって3番手以降が長い列、あー木畑が振られた。3コーナーで飛び出してしまったマシンがあるか、1台今戻ってきます。再スタートを切って戻ってきました。さあこれは B グループも波乱含みということになりました。さあ3コーナーで飛び出してしまって今戻ってきて下り25R 通過しているのは広岡陸生という情報が入ってきました。さあトップは大木和樹が単独、2番手に三島雄大、そして3番手に伊藤黎明、4番手に島田隼人、辻本紫音は5番手、6番手に変山、7番手に清水英次郎が上がってきた、8番手には五木明人も上がってきました、9番手に星田、10番手に伊藤です。さあ大木和樹、これは大きなアドバンテージを得ましたね。スタートダッシュでかなり後ろにも助けられまして持ってますね今シーズンの大木和樹。これはひょっとしたらひょっとするかもです。もともと西のドライバーですが今シーズンは東地域で遠征をして本場では本人もびっくりの勝利を得てそこから波に乗ってまいりました。現在単独2番手は三島雄大。シリーズ序盤から今年はあーっと三島バランスを崩した、その隙に伊藤黎明が入ってくる。試験からの立ち上がりバランスを崩したところ、最終コーナーで伊藤黎明が入ってきた、それを取り返しに行く、あーそして1台止まった。清水英次郎ホームストレートで止まったのは英次郎だ。なんとシリーズチャンピオン候補清水がここでリタイア。
昨日の公式練習の時は皮むきだけで、そしてそれでタイムアタックに行ってタイムが出なくて、この予選ヒートで追い上げるはずだった清水、止まってしまいました。これはシリーズチャンピオンの行方がますます分からなくなりました。大木和樹にとっては大ラッキーな展開。さあそして2番手以降が依然としてこの激しいバトルをしているという状況です。2番手は伊藤、3番手に島田、そして4番手最終コーナー、三島雄大のインサイド飛び込んで前に出てきたのはカーナンバー56番の辺山龍馬、辻本志音も1コーナー、しゃー辻本回った辻本志音1コーナーですね。ちょっと止めないがちに飛び込んだのが引っかかってしまったか、辻本志音スピン。さあどんどんと上位陣がドロップをしているという波乱な展開の中、大木だけが単独で走行しています4周目。さあそして今カーナンバー16番の広岡陸生も戻ってきてしまいました。予選はここでリタイアです。まあ、決勝にタイヤを残すといえば残せばいいんだけど、セカンドチャンスヒートがありますからね、全然タイヤ残せないんです。今回はいつもとは違う展開になっております。 FS125 最終コーナーから立ち上がって、島田隼人と伊藤黎明が共に神戸スポーツサーキットで戦ってきたドライバー2人がテールテイローズ、ここも面白いです。4番手には辺山龍馬、その後ろに西川、さらに大下総一郎が6番手に上がってきて、7番手に一木明人、これもちょっと今までになかった展開ですね。で少し離れまして8番手には小田優を先頭とした2台のバトル下り 25R です。8番手小田優の後ろには9番手伊藤亮が、少し離れて高見総流と原田俊一郎、原田がワンポジション上げたでしょうか。そして12番手以降は中島俊介や小松響らを交えたすごい集団がまた試験員へと飛び込んでまいります。小松響がこの集団の中では前に出てきましたが、その後ろに木内修馬がついて、そしてカーナンバー99番の中島俊介、そして新原吉田と通過をしていきます。今お伝えしましたのは12番手争いです。5周終了、6周目トップ大木和樹は2番手に2秒534、カーナンバー37番大木の KP バツは今頃盛り上がっていると同時にハラハラしているんじゃないでしょうか。そして、そうですね、今島田と伊藤黎明なんですけど、集団に飲み込まれるような形になりました。そして1台帰ってきます。ピットインをしてまいりました。ドライバーが1人、こちらはカーナンバーが24番です。カーナンバー24番服部慎が落ちていきました。さあ B グループ予選ヒートは半分が終わりました。2番手3番手の島田と伊藤ですが、序盤に気づいたマージンを削り取られてまいりまして、後ろの辺山龍馬の方がペースがいい、そんな状況になりました。その辺山に三島雄大は引っ張っていってもらうかのような、そんな状況。そして6番手に市木明人、少し離れて7番手星田総一郎は単独、8番手小田と伊藤は相変わらず接近中です。9番手に、10番手11番手は原田と田上、12番手争いは木内修馬が先頭に立っています。7周終了、8周目大木和樹のアドバンテージは2秒7となりました。さあそして2番手争いが入れ替わるか、3コーナー辺山龍馬も飛び込んできた、島田か伊藤かどちらかがドロップをしていきまして S 字から下り 25R。 さあこれは生き残っているのは伊藤黎明だ、伊藤辺山という順になって島田はその後ろ。さあ随分と順位に変動が出てきました。三島と樹もぐぐっと近づいて一触即発の2番手争いです。さあそして最終コーナー樹明人が飛び込んだ、三島雄大が前から少し離れた隙を見逃しませんでした。樹明人です、ホームストレート。三島雄大は1コーナー無理無理でも飛び込みたい、入ってくる。さあ樹は進んでずにその後ろについたか、
立ち上がりでスピードを乗せてきた。その前も3台がワンパックになって、まずは3コーナー変山飛び込んでいく。変山今日は2番手に移動。2コーナーの立ち上がりから3コーナーで変山後ろを引き離しました。3番手には島田、4番手には伊藤というオーダー、そしてその後ろ三島雄大、五木明人と続いています。トップが単独、2番手争いも今単独になりつつあるところ。3番手から6番手まではワンパックです。4台です。7番手には星田、8番手小田と9番手伊藤、10番手原田、11番手高見、ここまではいいでしょう。さあ問題はボーダーラインです。11番の九州シューマの後ろから新原幸太郎と吉田徹がピタッとつけてまして、ここまでは予選通過ラインなんですけども、その吉田徹の後ろの小松秀樹や中島が今3コーナーから4コーナーでなだれ込もうとしているところ。残り周回数は3周というところで、ボーダーライン上の戦いものっぴきならないものになってきた。木内が抑えています。新原とそして吉田も抑えている。このあたり後ろを気にしながらのラインでヘアピン立ち上がってきます。問題はその後ろです。15番手カーナンバー14番の小松響。最終コーナー小松はもう飛び込むしかないような状況です。おっと前でバランスを崩したのはカーナンバー86番の吉田徹。新原をかわして吉田前に出ましたけれども、バランスを崩す。ここから1コーナーから2コーナー、さあ一段が膨れ上がってきました。予選通過できるかどうかというところ、木内修馬は楽になりましたが、12番手以降が分からなくなってきた。いや13番手以降が分からなくなってきた。S 字から下り 25R です。新原なんとかキープ、吉田もキープしている。小松響は1回仕掛けることができるかどうか。トップは最終コーナーから立ち上がってきた。3番手争いは依然として4台のバトルになっています。そしてその後ろは変わらない。木内は安全圏に脱出で12番手、13番手争いサイドバイサイド。1コーナーに向かって新原と吉田、どうだ、吉田が前に出ていく。吉田が13番手、14番手に新原、そこから後ろに打ち出す風も上がってきた。小松響もついている。3コーナーのブレーキングどうだ、アウト側から小松、イン側でなんとか踏ん張った、打ち出す風、いやどうなんだ。 S 字のところでは前に食らいついていって、そして下り 25R の大集団、新原乗り込まれる。後ろから前に出てきたのは内坂、砂煙も上がります。そして最終コーナーからはトップで持っている男大木が行きます。2番手変山、3番手には伊藤、4番手島田、そして三島、一木、星田、小田、伊藤、原田、高見ときて、木内ときて、内田鈴鹿で予選通過。さらに新原幸太郎がギリギリ予選通過です。